マサヒコ神社は、長崎県新上五島町生郷に鎮座する神社である、天神寺屋根命を主祭神に祀る。境内者、今年の主神社創建は上限3年。藤原道隆公によって、藤原氏の子祖である天神寺屋根命の神霊を勘定し、マサヒコ宮として奉仕した。社殿、藤原道隆公は、藤原鎌足公の子孫にあたる。 道高校の父親、藤原博角校が、小じ島、浦部二等の自童職となり、小じに来任した。着男、藤原道高校は、生郷に京構え自童職を継ぎ、次男、次郎屋高は隣接する青方里に住して、青方氏を名乗り、後年道高校より、自童職を受け継いだ。当社は、青方自童家と、文家である、生氏によって、 藤原はじめ祖神として守護され、両家の祈願者として厚い崇敬を受けた。後世、藤原氏族の分家に伴い北行目、そねに、正彦宮、川島、伊吹里に、正彦宮を分礼した。当初は、郷内別地に鎮座し、公安元年に、現在の宮所の二方戦した。完成三年に、稲荷神社を、万円元年に、コンピラ神社を誕生。経大社、 かすぐる土地稲荷なり、やさか、こん神社明治4年12月に孫者に列せられ、昭和12年に新鮮兵白陵とも新神社に指定される。平成21年10月24、25日には、御鎮座800年祭を行う。気温祭り、11月27、28日の例祭には、神五島かぐらが奉納される。上と島かぐらは百八十一年に、 長崎県の無形民族文化財に単独で指定されていたが2002年2月12日には後藤神楽の一つとして国の選択無形民族文化財に選択されさらに2016年3月2日に国の重要無形民族文化財に指定されたその他の生号の神社に宮地岳神社があるまた隣接する青型里に青型神社が網上里に 客人神社が、旧神王の名町、二択美号に、今年の主神社、曽根号に、ま彦神社がある。ありがとうございます。